さん、こんにちは。こんにちは。産業ケアマネーキラキラチームでキラキラかな？す。キラキラか キラキラ。今日はまた皆様にご報告があります。はい。私たち、この度、産業ケアマネージャー1級を取得できました。イエーイ。これですね。チラチラ。いやー、これ一番欲しかったやつ。ペンギンさん、ファーストペンギンですね。ファーストペンギン。そして、登録者証も、は持っい。てる？若林さん。持ってます。じいたゃだきましたー。ありがとうございまこれすごいですよね。ちゃんと写真まで。す。素晴らしい資格者証、なんかこう、色もね、素敵やね。すごい。ねえ、頑張りましたね。頑張りましたね、本当に。一人じゃできなで、かっ陽た。性？本当であす。りがとう、大橋さん。ありがとうございます。こちらこそ。本当一人じゃできなかった。本当だよね。支え合ってね。やってきたよ本当ね。ね。はい。で、陽性講座の修了証書もいただいてますね。そうだ、そうでした。鳥さんあそりれが？ますか？じゃん。無それ事も嬉に。しいですね。綺麗に、ね、はい。いただきました。1級の取得の要件っていうのが、養成講座の終了と、企業さんと契約というところで、私たちそれぞれに企業さんと契約することができたんですけれども、今後の動きとしては、どうですかね、服部さん。私は契約させていただいた企業から、セミナーをね、社員さん向けのセミナーをぜひ、店舗ごとにやってくださいっていうご依頼がありまして、それに今取り組んでいます。大橋さんすはごどうい。ですか？私はちょっと今後、契約した企業さんの社員の方に、アンケートをお願いする予定でいます。仕事と介護の両立に関するアンケートをお願いして、で、その結果に基づいて、セミナーの内容を考えようかなと思っているところです。服部さんは、セミナーの内容としてはどんなことをやる予定ですか？アンケートを事前に私はいただくことが割と早めにできて、それに関してこう見える傾向とかをですね、セミナーにまとめて、今回は初級編という形で、知っておいていただきたいことを3つのポイントに分けてご説明しようかなと思っています。羽鳥さんが契約してる企業さんは何店舗かあるそうです感ね。じですそう。か？2店舗をお持ちで、で、それぞれに、1ヶ月に1回ずつ、セミナーを開いてください。初級編で、というところで。結構介護保険制度に関しては、少々お分かりになる方々もいらっしゃる企業なので、一般の企業の方よりはちょっと踏み込んだセミナーを考えています。ね、やりやすいですね、わりかし。そう、本当にそう、ありがたいことにそうで、ですけど、多分制度のこととかは意外と、こう、わからない場合もあるので、ちょっと 細か制い度とはころ、わかんない。そうだよね。ちょっとそこら辺も踏まえて考えています。楽しみですね。私も見に行きたいんですけど。NG。断り。大橋さんはね、そう、こう、業界的には全く違う企業さんとの契約になるんだけれども、どんな結果が出るか楽しみで、逆にそれもね、ぜひ教えて、どんなふうな感じになった後知りたいぐらいですけど、大きいですそうもでんすね、それね。で、大企業さんが。きくね。て、わりかし若い方も多いので、そもそも介護に興味がなかったりとか、まだね、そんな直面してない方が多いと思うので、そこがちょっと心配。ねえ。
ヤングのケアで、ラーの方とかがいそうだよね、逆にね。ああ、いるもかしかもししたられね、ない。今問題になってるけど、潜そう在で的すにどんな方々ね。がいるかね。そうですねね。え。わアンりケーかトしで、障害、どうぞごめんごめん。はい。あ、いえ障い害？え、あの、障害？そう、障害に力を入れてる企業さんなので、うちょっとその辺も自分の中でん、うん。初めてのジャンルにそうなるのだ。で、ちょっと勉強取りもし込んなで、がら。そうですね、いけたらねいいかな。え。それぞれのね、企業で、求められることも違うんだなっていうことがちょっとずつ分かってきてね。そうですね。ねせっかく2人でえ。やってるので、情報共有しながら頑張っていきましょわかりました。頑張りましょう。引き続き。う。はい。また制度の勉強も、本当で一す緒にね。頑張りましょう。頑張っていきましょはい。う。ね、活動のね、報告ね、しながら。やっていきましょう。はい。以上、報告でした。また頑張りましょう。頑張りましょまう。たねー。またねー。